フォートマクマレー、フォートマクマレー、英語、フォートマクマレー、または、ホリント、マクマレーは、カナダのアルバータ州北東部に位置する、ウッドバッファロー内の一地区である。以前は市政であったことからフォートマクマレー市としても、知られるが、合併により現在は単独の一都市ではなくなっている。町は、特に、オイルサンド産業とオーロラ観光で知られている。18世紀後半に、 ヨーロッパ人が入植するまでは先住民の中でもクリー族が多く見られた。オイルサンドの存在は地元の人々にすでに知られており、氷層堆積物はカヌーの防水加工に使われていた。1778年にヨーロッパ人の探検家がヨーロッパの毛皮需要のためこの地方に探索で訪れた。ピーター・ボンドはアサバスカ川とクリアウォーター川のかなり南部から探検し、 アサバスカ湖近くのアサバスカ川を公益所とした。彼の選んだ公益所は1788年に閉鎖となったが、これは現在のフォートチペワヤンとなり、アルバータ州で最も古くから今に続いている入植地あたる。1790年、オイルサンドに関する最初の記述がアレグザンダー・マッケンジーによって残された。この時期、クリアウォーター川とアサバスカ川の合流地点において、 クリー族と探検家の間で交易が行われていた。また、この地方において、ハドソン湾会社とノースウエスト会社が熾烈な競争を行っていた。1870年に、ハドソン湾会社によって、フォートマクマレーは設立され、以降、交通の要所として運営された。この地域は、カナダの石油産業の歴史において、重要な役割を担ってきた。 20世紀初頭から石油探査が行われていたことが知られているが、人口は数百人からほとんど増加しなかった。1921年に石油と砂を分ける生成工場の開発、発展が見られ、アルキャン石油会社が最初にフォートマクマレーでバルクのテストを行った。また、町近くにウォーターウェイと呼ばれる町が設立され、 鉄道が開通する1925年までの間、水上輸送の終着地として機能した。1930年代、最初にオイルサンドから石油を抽出することに成功した会社はアバサンズオイルだったが、生産量は非常に少ないものだった。この頃、人口が徐々に増え出し、第二次世界大戦時には1100人を超えた。そしてアメリカ軍とカナダ軍によって、 パイプラインと幹線道路を引く計画が進められ、ホートマクマレーはその足場となった。1947年、ホートマクマレーとウォーターウェイズはマクマレー、村生の名で合併した。歴史的な名称が反映される1962年まで、ホートの名は省略された。村瀬から数年後に、調整へと昇格し、州からの予算が増える。1966年には、 人口2000人を超えた。1967年、グレート、カナディアンオイルサンド社、現在のサンコア社がフォートマクマレーにプラントを開いたのをきっかけに、街の経済は発展し始める。その後、オイルサンドのプラントが次々に建てられた。特に、政治的緊張と対立のあった中東における、石油危機の影響を受けた1973年から1979年に、 多く建てられている。町の人口は1971年に6743人となり、1981年には3772人と劇的に増え、この翌年、姿勢となった。原油価格が低迷し、石油不況となっても数年間は、発展を続け、およそ37000人で一度ピークを迎えたが、その後すぐ、1987年には34000人へと、 減少する。1986年以降、原油価格は低迷を続け、コストのかかるオイルサンドの生成は非経済的となり、オイルサンドの生産量は大きく減ることとなる。1995年4月1日、フォートマクマレー市と第18改善地区とが合併し、ウッドバッファロー地域特別都市となる。以降、フォートマクマレーは、 市政としての地位を失い、同地域の都市部の地区名を指すようになる。同地域は単独の独立都市で、行政も一つに統一されているが、行政機関は、フォートマクマレーにある。フォートマクマレーは、エドモントンから北東に4 3 5トル270に離れており、ハイウェイ63号線で結ばれている。 サスカチュワン州の宗教とは6 0トル、3 7 m m の距離。新葉樹林に囲まれており、アサバスカ川とクリアウォーター川の合流地点に位置する。海抜は2 6 0ル、ウッドバッファロー市内、地域では最大の地区である。人口が急増していることと、季節労働者などの否定住人口が多いことなどで、政府と自治体による統計が異なっている。 2011年国勢調査による統計で6万1374人。州内では5番目の人口規模を持つ。2006年からの5年間で人口は28.7%増加した。ウッドバッファロー自治体の統計によると2012年時点での否定住者を含めたフォートマクマレー地区人口は7万2944人となっている。なお、同統計によると ウッドバッファロー自然体の人口は10万人に達する。ホートマクマレーはカナダ国内や世界中から人々が集まってくるため民族構成が豊かで多文化な街になっている。地区内のおよそ半分がアルバータ州内から移住してきており、ニューファンドランドラブラドール州からは17%と続く。気候は湿潤大陸性気候。 欠片の気候区分 DFB に属し、亜寒帯気候よりわずかに暖かい。夏は温暖だが短く、冬は長く厳しい。冬の気温は時折摂氏40度以下に達し、1月の平均気温はマイナス17.4度で、1961から1990年平均値の低く、摂氏19.8度と比べると摂氏2.4度も上昇しているなど、 温暖化が著しい。過去最低気温は1947年2月1日に低く、摂氏50.6度を観測している。夏の7月の平均気温は、摂氏17.1度となり、摂氏35度以上まで上がることもあり、過去最高気温は1991年8月1日に、摂氏37.0度を観測している。年間降水量は418.6ミリで、夏に、 雨が降りやすい。年間降雪量は133.8センチメートル。カナダ国内とアルバータ州内における石油産出の中心地の一つとして知られ、アサバスカオイルサンドの近くに位置する。オイルサンドに加え、町の経済は天然ガスとパイプライン、林業、観光業で成り立っている。また、石油産業によるブームを受け、住宅価格や 賃貸価格が高騰しており、2006年ではアルバータ州内で最も高い。石油産業の町であることを反映して、オイルサンドの文化施設があるほか、歴史村、劇場などがあり、野外では魚釣りなども盛ん。また、オーロラベルトの最南端にあり、極北の干渉地と比べ温暖な上、晴天率も高いことからオーロラ観光も盛んである。 フォートマクマレーでは、公立校とカトリック校の学校区があり、小学校、中学校の義務教育を提供している。これに加えて、私立の学校もある。は、公立の職業訓練校として設立され、特に学期の修理とオイルサンドの労働者に、教育の場を提供する役割を担っていることで、知られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。